はい、ということでですね、ちょっと最近ニュースやってなかったんで、ニュースこんなもんを、やっとこうかなと思ってですね、ちょっとニュースを、ラジオのようなものをやりましょうということですね。ですね、ちょっと文章を用意しておいたんですけれども、まあ、そんなことが起きてるということでですね、まあ、今回は、たくさんいろんなこと起きてるんですけども、まあ、ちょっといろいろな人、いろんな人がこれ、こういうことやってるんで、まあ、これがやる必要はないんだろうなということで、ちょっと文章だけ用意しておいてですね。まあ、よかったらは、その辺のことを書いてあることをですね、見てくださいということで、お話ししようと思いますね。それでですね、今回は、ちょっとこの曲なんですけれども、この曲、何？丸の内スタディスティックス？ちょっとよく知りませんけれども、この曲弾こうかななんて思ってたらですね、この曲な、バンドの曲でさ、弾き語りじゃちょっと難しいかなみたいな、ベースの弾き語りじゃない、難しいかななんて思ってたんですけれども、かっこいい、ピアノがないとダメかななんて思ってたんですけれども、まあ、弾けたいのとこ、弾けたっつうか、俺が弾いてるわけじゃないんですけれども、何？才能がある方まではですね、いろいろ頑張って弾かれてるのがですね、聞けるかなと思いますんで、それちょっと載せてですね、この曲を終わらしにしたいと、バンドっぽくなってね、まあちょうど弾き語りばっかだったんで、まあ、そういうことを今までやってきたようなことを続ければこんなこともできるかななんていうところで聞いていただければと思いますので、よかったら聞いてくださいということで、今回はこんな感じで、まあ、終わらしたいかなと思います。これね、音源聞いたらすごくいいんだよね、本当に。こうなんないですよ。もう、ピアノの方もいろいろ弾きますしね、歌も、歌がいいね。歌の、その、メインで弾いてる、歌ってる方がですね、こう、言葉がはっきり出てるんだけど、こういかないよね と思ってさ、これうまいなと思って、その辺でちょっとですね、私のベースは全くこれね、なんだ、多分スマホかなんかで撮ってるんですけど、そうするとね、ベース音が入んないんで、まあ、いらないですけれども、私のベース音は。まあ、撮れましたんで、よかったらば聞いてくださいということで、今回はこんな感じで。終わらしますねということで、よかったら、引き続きですね、ラジオの方も聞いてくださいということでございます。ではでは。前奏からやってる。前奏からやったら大丈夫だと思います。